ありがとうございます。こんばんは。はい、ありがとうございました。まあね、もうオフも入りまして、まあもう一週間前かと思うとちょっともう悲しい気持ちもありますけれども、まあでもなかなかね、今パ・リーグのクライマックスが盛り上がってる中ですね、まあ明日、まあオリックスに関係ないな、そうですね、ソフトバンクと楽天と、ロッテのね、試合が白熱しておりますところですけれども、まあ、毎年我らがドラゴンズはですね、まあ、9月に終わってしまうというね、はい、もう本当にもういかがでしょうというところでありますけれども、まあ、先日ですね、挙げた立浪監督に挨拶はどうだったのかっていうね、動画に出会いして、まあ、なんか、まあ、いろいろと髪型がとか体型がとかいろいろ言われるんで、もう本当に私ショックを受けております。はい、なので、まあ、オフの期間ですね、まあ、ちょっと鍛えてですね、はい、まあ、来年ですね、まあ、そういうところは、まあ、ちょっとボコボコにしてやりたいかなと、はい、思っておりますんで、どう、かかってくださいっていうところですね、はい、まあ、というのは冗談ですけれども、はい、まあ、半分本気というところですけどね、はい、まあ、今日はですね、まあ、ちょっと、まあ、シーズンもあって、まあ、中村典弘コーチと、荒木正弘コーチが、対談されるというところですね。まあ、ゲーム応援団がですね、まあ、なかなかちょっとその応援団ができないと、はい、いう状況でございますので、まあ、ちょっとはい、トランペットを吹きながら、応援団をね、やっていきたいと思いますので、はい、皆さん、お聞きください、どうぞ。歌ってほら、緊張するなぁ、緊張するなぁ、よするけど、はい、やっていきます。2人のコーチに、ありがとうございますという感謝を込めてですね、やっていきたいと思います。応援団、中村典弘コーチから、やっていきたいと思います。それでは、いきます。Good job.